今回、クランのパッケージを一つ作りましたので、その時の、どちらかというと、どんなパッケージ作ったかというのと、その時あったコードレビューで言われて、どういう対応したかっていうのをメインで、今回お話できたらと思います。で、今回の内容はこんな感じで、今回作った Google Image to Array パッケージの概要についてお話しするのと、クランの投稿してどういうレビューコメントがあったかというのをシェアしたいと思います。で、具体的にはこのあたりの4点ほどありました。で、じゃあまずこの上の2つをお話したいと思います。で、今回作った Google Image to Array パッケージっていうのは本当にすごい簡単なパッケージでして、Google の画像検索の結果で出てくるような画像のサムネイルを R に取り込んで、4次元のアレの形式変換して、それを可視化するというようなもんです。あとは4次元のアレの結合とかっていうのも一応実装しています。で、用途としては、R 上で画像を撮ってくるときに、スクレーピングをわざわざ書くのがすごいめんどくさくて、そういうのの、対応として画像取得全般に使えるというのと、私、機械学習とかやってて、GAN とか、次元圧縮とかの、そのテストを動かすときに、わざわざ画像を撮ってくるのすごいめんどくさいので、これを、手元のコードでできないかというので、作ったというのが経緯です。で、R のアレっていうのはじゃあ何かっていうところを少しお話ししたいと思います。で、R でアレっていうのは配列とも言うんですけども、R ではその行列を多次元に拡張したものがアレと呼ばれています。で、マトリックスが2次元。この一つ一つのボックスが要素だと、数値だとすると、2次元になったのがマトリックスで、これが3次元以上になった、4次元とかそれ以上になった次元のデータ構造のものを、R 言語ではアレイと呼んでます。で、これについて、すでに3次元以上のデータを扱いますというお話です。で、ただ、で実際に、先ほどの説明だと難しい、このアレイっていうのはどこで使うかというので、基本的に多次元のアレイっていうのは、R 上ではテンソルと同じように扱えて、これはディープラーニングとかの時の、データに使われます。で、この図で少し先ほどの1次元減って書いてるんですけども、この次元が上がっていくごとに、データのテンソルの構造が変わっていきます。で、例えば、2次元の画像を R 上で扱うときは、パッと見ると2次元のテンソルかと思うんですけども、実際データとして扱うときは、2次元ではなくて、これだと4次元のテンソルで扱います。で、成分としては、横のピクセル数が来て、縦のピクセル数が来て、チャンネルという、RGB とかの色の原色の数です。グレーだったら1チャンネルと。で、チャンネルの結果が来て、あと、枚数、画像を、1枚ではなくて複数枚同時に扱えますので、この画像の枚数という次元があって、4次元のテンソルとして、一般的には扱います。なので、今回この、基本的には Google から2次元の画像を取ってきて、この4次元のアレイとして扱うようなパッケージです。で、このパッケージで、やってることを簡単に説明しますと、Google で画像検索して、例えばこのペルシャ猫の画像を検索して、こういうようなサムネイルが表示されますけども、このサムネイルを R にインポートして、このテンソルの形にして、可視化とか、機械学習に使っていく、というようなワークフローを基本的には考えています。で、最近、これ画像はたくさん検索できるんですけども、最近は、ウェブブラウザーとかでアクセスするとわかるかと思うんですけども、そのウェブが、
HTML がその場で生成されるというような仕様に変わってまして、まあ、なので一度に検索できるっていうのは、スクレーピングで取ってくるのが大体20枚で、まあ、これ以上取ってくようとすると、まあ、セレニウムとかの、まあ、専用の、まあ、ブラウザを操作するようなパッケージを使って取ってくるとか、なんかそういうことになりますので、基本的には20枚の画像を一度に取れるという形です。で、これがまあ簡単な実行コードですね。で、まあ、このような形でパッケージをロードして、まあ、クエリを決めて、この Google Image Array っていうのでクエリ投げます。まあ、そうすると、まあ、ここの CAT イメージというところに、IMG ってところに、このテンソルの4次元のテンソルとして生成されて、まあ、これをまあ可視化、ディスプレイアレイとかで可視化すると、まあ、こういう形で、まあ、R 上で表示できるというようなパッケージです。で、まあ、ちょっと中身を紹介しますと、まあ、非常に簡単な作りになってまして、まあ、引数を与えるのと、まあ、引数は、まあ、この Google イメージというアレイというのは6個ぐらいの引数を与えるのと、この GL っていうので、まあ、その地域を、どこの地域から画像を取ってくるかっていうのを微妙に設定できますので、英語圏なのか日本語圏なのか。で、あとは、で、ここで、クエリを生成して、スクレーピングで取っていく。で、画像の URL 取ってきて、あとは、まあ、画像の処理。まあ、ここ消えて、85行目から消えているんですけども、まあ、画像の縮小であったりとか、R のアレイに変換するという処理を行って、アレイを取っていくという形です。で、これがコードが、パッケージができたら、クランへの投稿ということになるんですけども、クランの投稿はこのクランのサブミットパッケージというクランというところで、投稿します。で、必要事項といっても、まあ、名前と E メールを書いて、で、GZ ファイルをここでアップロードします。で、ここをクリックすると、投稿されるという形です。で、まあ、この、まあ、投稿とかその準備とかチェックについては、この露崎さんの資料がまあ非常に参考になりますので、まあ、詳細はこちらを参考にしていただいて、まあ、今回の発表はこれ以外のところをちょっとメインでお話しできたらと思います。で、クランに投稿しますと、まあ、本人確認のメールがこんな感じで届きまして、まあ、ここをクリックすると、本人確認完了して、次に、まあ、ちゃんと投稿できましたよというような形で、このパッケージのディスクリプションとともにメールが返ってきます。で、これちょうど投稿したのが9月の28日で、の11時過ぎぐらいに投稿しました。で、その後に、一応この投稿が完了したら、一応クランでのコッパイルが進んでいって、まあ、ちゃんと問題なくできてますというような形の確認メールが届きます。で、これが OK だったら、コードレビューが始まるという形です。で、通訳さんの話だと2、3日ぐらいかかるって話だったので、ちょっとゆっくりしてたら、まあ、その夜中ぐらいに、ちょうど約11時間ぐらい経った時に、大体10時前ぐらいにコードレビューの結果が返ってきました。で、結構いろいろ書かれてまして、なんかそう、ただいろいろ書かれてたんですけど、一応大きくはまあ4点ほど指摘されていました。で、まあ一つは、まあ、ウェブサービスを今回、Google 検索を使ってるんですけども、まあ、この URL をちゃんと書いてくださいねっていうのと、あと、エグザンプルが、まあ、ドントラン使ってますけど、あなたのコード動くので、ドントテストはいいんじゃないですかというような形と、あと、テストの途中で、まあ、ローカル保存、ローカルにファイルセーブしないでくださいねということが書かれてたのと、あと、最後、長々といろいろ書かれてたのが、
まあ、その関数の途中、実行途中で、まあ、ユーザーの設定が変わるようになってて、まあ、この設定が変わらんは、ユーザーの設定、まあ、例えば図表であったりとか、ですね、作図のエリアの設定ですね、まあ、そういうのは途中であなたは変えないでくださいっていうのと、変えた場合は、この onExit を使って元に戻しなさいっていうようなことが書かれています。で、まあ、これについて対応して、で、先ほどのコメントを直しに従って直して、まあ、再投稿という形です。で、投稿したのは最初に投稿したウェブページと同じところに、同じように名前書いて、まあ、もう新規に投稿するような形で名前書いて、メールアドレス書いて、パッケージアップロードして、で、このコメント欄に一応、まあ、どんな形で直しましたというのを、まあ、レスポンスレターのすごいカジュアルなやつを書いて、サブミットするという形です。で、そうしますと、一応 OK だったようで、まあ、次の日ぐらいに、OK ですと。形でメールが届いて、まあ、この同じ日ぐらいに、クランにも登録されてたという形です。投稿して、もう2日ぐらいで、クランへの登録まで終わったという形です。でもかなり今回早い方だったと思うんです。で、まあ、今回あった、まあ、コードレビューのポイントについて、まあ、これは私も知らなかったことが多くて、まあ、これ共有すると今後のいいんじゃないかと思いまして、一応チップスということで、共有させていただきます。で、まあ、一つ目なんですけども、この R の関数ごとに、まあ、エグザンプルの実行コードを書くところがあるんですけども、まあ、そこで、これが動かない関数なのか、テストしないとかっていう設定が例外ルールとして、設けることができまして、まあ、その時に、まあ、結構、クランの方ではちょっと細かいルールがあるみたいで、まあ、実際、この don't run っていうのでラップする場合は、まあ、このコードが本当に実行できない時だけこれつけてくださいと。例えばデータが手元にないとか、もうそもそもこの関数動かないとか、時にはこれをつけて、で、ノットランっていうのを最初に入れてくださいねと。で、あとは、実行できても実行が5秒ぐらいかかるとか、今回みたいにその途中でデータをダウンロードするようなステップがある場合は、ドントテストにしてくださいと。で、ドントテストっていうのは、コンパイルするときにテストされないっていうことだったと思います。で、まあ、これ両方に該当しないとき、まあ、実行が正常かつ5秒未満にサンプルコードが実行できる場合には、まあ、これらを使わずにアンラップ、そのままでコード書いてくださいねというような形でした。で、まあ、結果としては、まあ、ドントテストかアンラップしておくのが一応推奨ということです。ただ、ドントランも結構あるのはあるんですけど。で、次に、エグザンプルのコードの実行時にローカルにファイル保存したらダメだというような形で書かれてまして、というのは私がこれはただ単に引数のデフォルト値が、フォルスじゃなくて最初からテストでやってた時に true にしてたので、true のままになってて、まあ、これが見つかって、あなたこの false に変えなさいよというような形でした。あとはどうしても保存したい場合は、まあ、添付ディレクトリっていうのを一時的に作って、そこに出力するようにということでしたので、なんかローカルの、まあ、ユーザーのワーキングディレクトリにファイルは保存してはダメだという形で、コメントがありました。
あと、これがちょっと最後なんですけども、途中で図の形式とかを変えて、作図したりとかっていうのを R でよくやるんですけども、例えば今回だと、20枚の画像を、一度のパネルに表示するというので、4×5 の、作図領域に途中で変えてるんですけども、それに変えたときに、最初の削除設定に戻すようにということです。で、この時に、R だと、このパーカッコっていうところに図の設定が入ってるんですけども、これを、一時的にやるのは、これを一旦別の変数に移して、一時的に保存しとって、パーを変えて、もう一回このオールドパーを実行して復帰する。あるいは、このオンエグジットっていうのを使って、オンエグジットはこの関数が最後実行終わったら、結局このパーを実行するような形で、オンエグジットの最後でこのパーを実行するように、どっかにこの設定を書き込むと。で、このオンエグジットを使うといいのは、この関数が正常に終わろうが終わらないが、最終的にこれが実行されるので、この場合だと、パーの設定が最後に、パーの設定が最後に復帰されるという形で、ユーザーが最初使ってた環境に戻せるというので、これをちゃんと使いなさいよというようなことを掲げてました。そうですね。これで一応、コメントとしてはこんなもんで、あと、クランに、投稿して通って、したら、定期的にクランの方で、コンパイルのチェックをしてくれてます。で、通って2日目ぐらいに早速、Windows の方でエラーが出てて、確かに Windows でチェックしてないので、エラー出てもしゃあないかと思ってたら、その4日後ぐらいに、まだ同じようなチェックが走ってて、これだと、同じ環境で、今回はまた4日後はステータスが OK になってて、チェックが通ってるというようなことが、たびたび起こりました。で、ですので、どうもこの、毎回この項目、何チェックするかという項目もバラバラなんで、どうもマシンが違うような形で、で、その日1回ぐらいエラー、1個ぐらいエラーが出てても、あまり気にしなくても、このクランのコンパイルのエラーは大丈夫かなというようなことを思いました。これが多分最後ぐらいのスライドだったんです。で、ちょっと少し脱線なんですけども、このレビューはジュリアさんっていう方からメールがあったんです。この方がレビューをしてくれて、この方はどこの人かなっていうのはちょっと気になって、見ました。で、ずっと途中のメールで、この wuac@at っていう、またよくわからん最後の URL があって、これがどこなんかっていうのを調べてみると、どうもウィーンの経済大学っていうところが、の統計数理の研究所の方が、どうもレビューをしてくれて、メールをくれてたみたいなんです。で、これがまとめですね。じゃあ今回のパッケージ作成は、下書きのコードが大体あったので、1日2日ぐらいでパッケージにして、投稿したという形ですね。で、投稿からレビュー、再投稿まで、たまたまメール見たときに返事が返ってきたときもあって、1日半ぐらいで終わりました。で、最速3日ぐらいでクランに再、登録、採択されるっていうのは、可能じゃないかなということです。で、あとこのコードレビューについても、コードの中身がどうかというよりかは、クランのポリシーに合ってるかどうかを、がコード内で、評価されて審査されるということで、どちらかというと、
先ほどのなんかユーザーの設定を変え、勝手に変えるなとか、そういうファイルを保存するなとかっていうようなことがメインでコメントされているという形です。で、まあ、コメントっていうのは基本的にはもう普段のデータ解析の用途では、まあ、あんまり気にしてないような、まあ、一回その R の環境を閉じれば元に戻るかっていうようなことを考えてたら、あまり気づかないようなところは結構突っ込まれてたので、まあ、いろいろと勉強になりました。あ、以上ですね。こんな形です。ありがとうございました。何か質問、コメントあれば、お願いします。これは日本語で検索することもできるんですか？あ、できます。基本的にはできます。途中でエンコードを、パーセントエンコードを入れてるので大丈夫です。あと、再投稿の時に、はい、僕はそんな丁寧に返信してなかった。あ、そうなんですか。何も書かずに毎回出していて。え、それでも大丈夫なんですか？なんか。そうなんですけど、まあ、どっちがいいのかよくわかんないです。いや、むしろ、ああ、そこ、そうやって書く人もいるかって。そうです。いや、なんか質問でコメントも結構なんかダラダラ書かれてて、なんかその区切りもよくわからなかったんで、これは何個返事すればいいかもよくわからなかったんですけど、まあまあ、まあ一応、まあ、いつ、なんかちゃんと返してた方が、なんか、わだかまりが残らないかなと思って。あ、新書はいいですよね。はい、一回、メールを返信し忘れて、なんか怒られてバージョンを1個もなんか下げられたっていう経験があるんで、なんか知らぬ人になんか切れられるとなんかトラブルがあったりとかあるかも。そうです。なんかコメントも、なんかこう、この行が改行されてるから違うんかと思ったらどうも上とつながってるとか、なんかこう、ちょっと分かりにくいコメントであり、なんか結構ボランティアでやってるんだと思うんで、そこら辺、はい、結構人によってそのきっちり見る人もいればそうでもなかったりとか、うん、裏はありますね。はい、なんか向こうの人も一回実行してみてるんですかね。なんか普通そのセーブがどう保存がどうこうってなんかあんま気づかないような気がしたんです。ああ、どうなんですかね、ちょっとわかんないですけど、コードを見てるだけでも気づくのか、気づくとこなんか動かしてるのか、どのくらいシステマティックにレビューを向こうでやってるのかあんまりわからないですね、うん。はい、あ、何か質問とか。もういいですか。はい、これはポリシーに従ってるかどうか、なんかチェックツールとかって R にあるんでしょうか。一応ですね、コンパイルするときに、クランチェックですかね、それで一応ポリシーに合ってるかどうかっていうのは大まかにはチェックされるんですけども、なんかそれでは検出できないところがレビューで突っ込まれるという形です。で、あとそのちゃんと投稿前にちゃんとポリシー読めっていうそのチェック欄は確かにあるのはあるんですけど、まあ読まずに投稿しているの結構長いですよね。あと、まあ、ちょっと興味本位なんですが、R でマルチスレッドってどれぐらい走るんでしょうか。というのは、なんかオンエグジットとかでやってると、はい、なんかマルチスレッドで、2つ以上だと、なんか、環境がうまく保存できないといいますか、そういうことがあるんかなと思って。確かに、マルチスレッドどれぐらい走る？一応ですね、R のマルチスレッドは R 別々に R 起動して走らせていると思うので、
応30、いや、そのコア数にもよるんですけど、だいたいコア数分ぐらいは、起動して動かせたと思います。ああ、なるほど。そうすると、もしかすると、これをマルチスレッドで2つ以上走らせたら、なんか、オンエグジットのタイミングで、なんか、環境が変わったまま戻らないみたいなのがあるかもしれないということでしょうか。その場合は、多分そのローカルの変数になると思うんですよね。そのマルチスレッドする関数内での実行で終わるのかな。まあ、一つのこの関数が、保存した後に別のもう一つのが、のを実行して、そこで書き換わった環境を保存してしまって、それを、もう一個のが書き戻すみたいな、それを、もう書き戻してしまって、結果として変わったままになってしまうみたいな、その入れっ子になってしまう。R のマルチスレッドの場合は、今立ってる環境とは別に R がなんか立つような形になるの、なんかそういうイメージなんですけれども、そうなると、まあ、それぞれの R 上で、なんか、それぞれなんか、環境が、設定が変わって、またリセットされて、その R が閉じられて、で、自分が立ててる R 環境に結果が返されるみたいな、そういうイメージかなと思います。それなら確かに、まあ、コプロセスよりちょっと、効率がいい程度ということなら大丈夫そうですね。すいません。私も R は使うんですけど、そこまで気にしたことはそういえばなかったなと思いまして。はい。じゃあ、こんなところでいいですかね。はい、はい。はい。久米さん、ありがとうございました。